ジョン・レノンの曲って、やっぱ例えばその時その時のアルバムで、その時のアルバムのなんか一曲がパッと聴いて、なんか心をワクワクっとさせる何かってのが入った曲を作る人なんだよね、あの人は。でね、こう言っちゃなんだけど、俺にとってポール・マッカートニーってそうじゃないのよ。あの人ソロになると、ソロっていうか、まあ、ウィングスも含めてね、ビートルズの時のポールの作品は本当に好きなんだけど、ビートルズ辞めた後ってあんまりこれいいやって、こりゃすげえやって思ったことあんまりないんだよね、正直。言っちゃうとポール・マッカートニーファンに怒られそうだけどさ、だから俺よく言うんだけど、ポップなのはジョン・レノンなんだよね。あの人さ、一発でこうパーンと来るよ。